ご視聴ありがとうございます。斉藤信夫です。始まりました第23回パレリアコンバット。今回はレガシーをやるということで私が呼ばれたわけですけども、気になる対戦相手の方はこちらになります。ご視聴ありがとうございます。現レガシー神の川木です。本日はよろしくお願いします。お願いします。レガシー神として何か思ってることはあります？第10期の神になった時に殿堂入りなのか、そもそも10回防衛したのかどうか。そう、確かに確かに、ま、できればの 10期、1期から10期全部、うんうん、神でしたっていうところで殿堂したい。殿堂したい。殿堂、うん、まあGP が来年の3月にスタン、モダン、レガシー。そうですね。普段スタンとかモダンしかやらない人が、うん、レガシーをやるっていうきっかけになるっていうイベントで、まあ、いい企画をしてくれたかなっていうふうに。確かにすごいいい企画、いい企画、面白いですよね。じゃあそろそろ対戦しますか。はい、そうですね。今日のデッキは食物連鎖ですね。食物連鎖どういう話だっけ？クリーチャーを生贄に捧げると、そのクリーチャーのリムーブプラス1マナ、プラス1マナの自分が指定した色のクリーチャーにしか使えないマナーがあります。うんうん、でグリフィンは、グリフィンは、リムーブしてリムーブゾーンから、キャストができます。キャストができます。なので1マナずつ増えていくので、無限マナ、必須無限マナになります。で、まあ、その後そのクリーチャーの無限マナを使って、まあ、ここにかる。バリスタっていうカードですね、最近出たカードなんですけども、まあ、その無限マナーというそのバリスタを出して、まあ、相手プレイヤーに、まあ、昔までさエムラクールだったのに、そうですね、バリスタで有効的なカードになって、そうですね、こちらのハンドです。今日使うのはグリークリスデルバーです。こちらですね、よくあることなんですけど、土地が今小学1枚でシギレがいて、まあ、他軽いアクションも多いのでこれでキープしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。でここで、まあ、島から行くか、まあ、ペッチから行くなんですけども、まあ、ちょっと水火のっていうカードがあるので、まあ、アンシーから、はい、まあ、ペッチでアンシーから持ってきたいと思います。はい、で、まあ、ボンダー打ちます。これはキーカードではあるんですが、そんなに今はいらない。今はいらないのでシャッフルですね。で、どうします。はい、じゃあ、いただきます。どうします。で、ヘッジ切って、まあ、シギレをプレイして、はい、まあ、特に何もないんで、やるので、はい、どうします。どうします。まあ、マナカーコストを有効に活用したいので、ここは、まあ、難しいところですね。どうしますかね。どうしますか。斉藤さんだったら どうしますか。こういうものがありました。これやると、まあ、グリエルだとこれでディズニーがかかりました。で、今ちょっと土地が欲しい状況ですね。ポンダ打つ、ね、ポンダ打ちますか。うん、だこの状況でセットかかっちゃう。なので、まあ、セットランドして、うん、結構難しいんですけどね、ここね、まあ、ポンダ打ちます。はい、1、2、3、ちゃんと引いてきました。ここで難しい、まあ、こうするのかこうするのかってあるんですけど、あ、これもう1枚ありますし、あ、これでいいかなと私も思います。はい、はい、おしまいです。はい、おしまいです。はい、出さないといます。お願いします。ハンドこんな感じです。引きました。でいきます。セットランドしてヤングパイロマンスタップでした、ね、出ました。で、そのままフェイ2でリダクションショーです。はい、出ました。で、このエレメンタルコースを1体踏まれた上でハンドをのぞけます。はい、ライフが17体違う19。はい、でブレスト、運命、スリービ、レオ、バリスタ、沼、ラゴモ、まあ、もうこれでね、運命でもう方針、はい、方針じゃないっていうか、そうですね、食物連鎖って本来なら分かる。バリスタでも結構分かるかな。そうですね。で、ギターチョウのハンドします。はい、で、こっちの土地をリムーブして、はい、今なんと引いたシグレ2枚目失礼します。かなり辛い状況ですね。で、ここはタイムです。さて、ここでデイズをケアするか、デイズをケアするか、
デイズをケアしなければこいつなんですが、うんうんうん、エアボールと目玉穴があると、うん、そうですね、なるほど、ヘッチランドします。18で、まあここでレオボルト特化水尾なんですが、まあ基本的に稲妻とデイズ、まあ、どっちからとどっちも見たいので、うんうんうん、まあ、基本的には水尾で、水尾で、じゃあ、やっぱりまずはこうすると、うん、まあ、選択肢としてこいつもあるんですが、こちらで、まあ、万が一を許されるとか結構ひどいことになるので、じゃあ無難に水尾でやっぱりちょっと、はい、はい、ちょっと綺麗になりました。そうですね、はい、おしまいです。はい、じゃあターンいただきます。お願いします。で、実は今引いたのがこれですね、プレスト一番強いカードです。レガシーで見すぎ一番強いですね、一番強い。で、2マナで1回4敗です。それは厳しいですね来ました。で、コンバットでエレメンタルソフトで1点で17で、そのままターンエンドです。はい、ここで難しいのが、ブレインストーンを打つか、ブレインストーンを打つか、はい、まあでもデイズされると嬉しくないので普通にブレインストーンは、はい、つらい、アンタップします。はい、ドロー。お、キーカード来ましたね。ここでフードチェイン、フードチェインですね。すごいいい時に引きました。逆転勝ちが狙える。そうですね、ここで逆転勝ちが狙えます。まあ、ただちょっとここは緑マナが封殺される、まあ難しいですねここどうしますかね。まあちょっとレオボルトからちょっといきたいなと。レオボルトから、はい、レオボルトから、レオボルト、じゃあスタックです。動かないと嫌だなって思うので、でもスタック動く必要があんまりない。お願いします。はい、出ました。で、ターン終了です。エンド時にそっちの土地、土地かな、リムーブして、稲妻ですかね。でルーズの方がいいと見せかけて稲妻の、稲妻落とします。メンタルトークンが、はい、ここはレオボルトが死んでしまうと困るので、はい、ブレインストームをしたい。じゃあそこでスタックでネクラマシって、ネクラマシ大惨事になってきました。トークンが出ました。はい、じゃあこれ付けされました、はい、で、そのまま終了です。はい、いただきます。シギレ強いね。強いですね。出します。僕も欲しいカードでした。内村で、はい、ネクラマシに戻したカードがこういう感じで、まあ、フェッチ引いたんで、ブレストでデイズで戻した土地をそのデッキトップに戻したいと思います。ブレストです。はい、1,2,3 枚遠くなりました。遠くなれた。ちなみに今こういう土地しかないハンドからブレスト打つと、こういうスペルがポワッと増えてデッキにスペルが登っていきます。で、タッチ、はい、で、1枚でセラピー、はい、対象指定はこっちで、対象がじゃあバリスタでお願いします。バリスタもっと知ってましたっけバリスタをギター調で見て知ってた。あ、そうですね。で、リムーブされました。で、はい、フラッシュバックして食物連鎖をリムーブしました、はい、で、コンバットで5点、5点、はい、12、はい、かなりヤバい状況です。で、これで殺します。ここで落ちる落ちないですね、うん、さて、ここで難しいので、そうですね、ここは普通に、はい、OK、まあ、これがさっきあの食物連鎖で あったらなかなか、確かに確かに、いい状態になってたんですけど、目指した開始でかなりやばい状況ですね。2、6、9、10、11、12、13ってだから、死んでる死んでますか。何もないと死んでそう。次で2ルーズで10、はい、でフルパンで7点、でシギで4ルーズで11点入るから、まあ、マイナス1ぐらい。負けました。負けましたてか4敗強い。そうですね、2体目で4敗がやばかったですね。やばかったね。せっかく水尾したところまでは予想通りっていうか。そうですね、ちなみにデイズあったからレオだとすごいことになった。そうですねカイロブラクスト、キャバルセラピー、シルバンライブラリーですね。不毛のない多色コンボデッキということで、オリチェね、優勝だよね。うん、優勝優勝。出してターンが入ってくればいっぱいドローできる。先ほどの1戦目で負けたの、負けた、まあ、使用員がヤングパイロマンサー、まあ、あの、あれですね、デスライトシャーマンっていうのもあるんですけども、ヤングパイロマンサーがかなり脅威なので、ヤングパイロマンサーに効くカードが4枚入ってますね。かなり強い。
なり強い引きをしているように思います。こんな感じで1ゲーム目同様、7基盤もちょっと不安定で、あんまり動きも怪しいハンドなんですけど、一応キープの範囲かなっていうことでキープします。はい、お願いします。お願いします。じゃあお願いします。はい、しもしでしょ。はい、おしまいです。はい、お願いします。じゃあ今引いたのはハンドです。特にこれ奥意味ないでこっちを引きます。セットボールです。はい、お願いします。どうします。ちょっと強い方引きましたね。出すかかなり迷うんですけど、デイズもあるし、まあ、パイロブラストされた時も厳しいので、ただし難しいんですよね。あのカードがもみ消しだとかなり辛い状況なんですけれども、普通にセットランドして、はい、まあ、パイロブラスト一回こうして切らせるっていうのもありだと思うので、まあ、聞いたいと思います。はい、OK です。お、聞いておりましたね。飲み消しはない。ない。で、ここね、不毛大地を無力化するために、基本地形である島を持ってきます。島を持ってきます。はい。大事だね。そうですね。で、ここは釣りで黒を出したい。出ました。はい。で、どうします。はい、OK です。はい、こう来ましたね。万が一、キャバラクラピを撃たれたときに、この2枚が、なくなってしまうので、まあそういう意味で、マナー立てて、まあブレストを打てるようにマナー立てていきましょう。はい、エンドです。はい、じゃあ倒します。今引いたカードは、これです。選択しないので、こういきたいと思います。ヤンパイ。はい、出ました。A2 でギタクシャンプー。はい。待ってます。なるほど、水尾水尾。はい。レオ。はい。ブレインで森、はい、優秀だね。はい、基本チケット全部揃ってでワンドロップ、はい、でそのままで引いたらこのカードです。でそのままターンエンドで、はい、さてここで難しいのがこれを打つか、まあ、ただもったいないので、まあ、基本的には打たないですね。ベストはねフェッチとセットだよね。そうですね、基本的には。で、まあ、シギリア、まあ、土地がフェッチがあればリブするんですけども、まあ、自分の土地しかないのでここ一応何もしかません。アタックします、アタックします。ベストってインスタントだからエンド陣に打てるけど、実はね話もメインで打つことが多いですけど、はい、意外とソーサリーっぽく動くスペルが、そうですね、ベストは。でこの状態で、まあ、赤マナも立ってないパイロンもケアできています。でデイズも引っかからない、あ、合計4マナがあるので、シキエロシャーマンを入れる合計4マナあるので、デイズもパイロブラストもケアできています。まあ、その状況なのでセットランドしてレオボタンを出して、はい、はい、このカードがかなり強力な状態ですね。はい、で、ここはターン終了になります。ターン終了、困るとはせずに、はい、はい、じゃあこういう感じで来ました。レオボタン出てきちゃったんでこっちですかね。で、いきます。チャンシーから、あー、そのカードも非常に強いですね。はい、取りました。はい、で、終わりです。はい、今回は相手の土地があるので、まあ、土地よりも良くしますと。アンコが出にくくするためにってことですね。そうですね。で、またここはこれ打つかというと、まあ、打たなくてメインに打ちたいなと思っている状態ですね。はい、倒します。倒します。まあ、まずは厄介なヤングバイオマーサーを追尾して倒してみました。で、セットランドをして、はい、難しいですね。まずはコンダーを打つ。コンダー打つ。はい。コンダー打ちます。打ちました。OK。まあ、食物連鎖が非常に欲しい。確かに。欲しい。なるほど。すごい引きしました。はい。これはどうするのか。まあ、こいつはセラピーされると困るので、まあ、2番目に積みます。で、こいつもキーカードなので、基本的には、うん、難しいですね。どれもキーカードになってますね。はい、難しいですね、これは。今、こういうふうにしましたね。はい、こんな感じで。はい。で、ドローしますと。はい、OK です。で、このターンは、殴らない。いや、1点だけは殴りますね。17、はい、16になった。
ターン終了です。はい、じゃあ出します。1番まで、はい、エキナスまで、ワンドローまでどうぞ。はい、ドローします。はい、こんな感じですね。はい、で、焼けた、焼けましたね。はい、でこういう感じです。ここであとトロソーがデラボルトのね、妨害から解放されたんで打ちたいと思います。ブレスト、はい、1、2、3、患者さんですね。やっぱりブレストは立ちをスペルに変えてくれるスペルですね。優秀だよね。優秀ですね。いらないカードがあるんで、もうフェッチ切っちゃってます、はい、15です。で、2マナで何個プレイします。5枚リムーブ。あー、なるほど、わかりました。疲れないうちに、そうですね、します。はい、で、その後ですね、コンバートでネメシスでアタックして3点ですね。はい、わかりました。今ね、9、16だね。はい、じゃあターンの、で、ここでアンカード、キーカードを知ってるんで、ここフェッチをしません。ません。はい。OK です。アタックします。はい。ただ、ここ難しいなぁ。難しくて、ブレインストーンもここで打つっていうのが非常にありなんですよね。どうですかね。キーカードここ1枚あって、ビルも引きたいから、打つのはかなりありなのかなと思いますけど、打ちますか。はい、どうぞ。こっちが1枚ないので、一応そっちにしか一番違う。まあ、こっちを。OK で、ブレインストーンをします。はい、どうぞ。はい。1、2、3と。こんな感じになりました。で、いらな、このカードはいらなそうなので、2枚リリースします。はい。で、の場合、フェッチを引きます。15。はい、ここで行きたいのはウィルですね。コンボに向けて。そうですね、着々と準備を出します。はい、どうします。こんな感じですね。出根されました。はい、出ました。はい、ここでまずはコンバットかな。まずはコンバット1点で、はい、1点14。はい、こいつを息に下げて、はい、3マラ出ました。はい、出ました。はい、連の技今、はい、OK です。無限マラ決まった、青、黒、緑、無限マラ出ますと。はい、でまずは、OK です。はい、でこいつは1マラ、そう、バリスタをサーチできるので、そのバリスタを持ってきて、バリスタを出してやって、ね、勝ちです。勝ちですね。はい。っていうのが、フードチェーンのね、フードチェーンの動きだね。動き。3本目ですね、次先手です。インがデイズとグリブルタバマンサーね。まあ先手だからテンポで押したいということと、あとラバマンサーは相手のちぎれ、こっちの方が早くアクティブになるんで、ちぎれと黒に対して有効的です。うん、じゃあ先手自分からです。キープですかね。このランゲームだけ解説抜きだろうってことで入ってみます。はい、じゃあお願いします。お願いします。では、はい、1本としたい。19。よっしゃ、今持ってきてないです。お願いします。1番でブレストお願いしました。1、2、3、4、5、6、7、すれば出ました。で、終わりかな。はい、お願いします。18。バリスタ落ちたい。バリスタ、バリスタか。はい、18終了です。ひっくり返りませんでした。1点。はい、終わり。ちょっと厳しいですね。はい、いっぱい1万です。シーのシャンプスを渡したい。はい、出ました。おしまいです。18しました。1回目、本当1回目を、はい、お願いします。はい、
すまね。はい、お待たせしました。で、これで、します。で、バクテン。はい。11。で、終わり。もう2枚ですか ?2 枚。というわけでお送りしたハレリアコンバットいかがでしたか。フードチェーンを使った川北さんの勝利ということで。そうですね、まさか勝てると思いませんでした。いやでもフードチェーンね、ハレリアの大会だったり海外の ね、 そうね、大会でたまに勝つことが、はい、一番最近勝ってるって言われてるグリテルと当ててみて、勝てる、本当に勝てるのかと。そうですね、やってみるっていう企画にしようってことでね、星レオボルトもね増えてきたけど、うん、フードチェーンもグリテルに勝てて、はい、で、うん、星レオボルトみたいな昼食デッキにもね、割と割と有利に、僕もちょっと大絶賛のデッキなんで、皆さん食物連鎖を買って出てくれたらすごい嬉しいなって思ってます。こんなレガシー神川北さんが第10期も防衛となるかということで、神決定戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてハレリアチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録数1万人以上を集めて、ハレリアコンバットイン YouTube スペースを撮影しようと企画を進行中です。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。